はい、どうも、おはこんばんにちは、看護師鶴です。今回なんですけど、 TikTok ライブについて話していこうかなと思います。 TikTok ライブ最近やってます。このマイク使ってね。今年の3月でなんと投げ銭のシステムが導入されて1年経つんですよ。で、今めちゃくちゃ熱い。 TikTok の投げ銭がすごいことになってるんですよ。まあヒカルくんとかね、著名人とかいろんな人がやりだして、で、なんかそのバトルシステムっていうのがあって、動画でコラボして、まあそのね、投げ合いするっていうのが、まあ、流行ってるんですけども、それで1年経ってる中でとんでもない額が飛び交ってる。はい。で、まあそこにあやかってじゃないですけど、鶴さんもやった方がいいですよみたいな話を聞いて、ここ1ヶ月一回頑張ってやってみました。どんな感じなのかなと。で、まあ皆さん気になってる僕の、まあこれね、フォロワーとかあんま関係ないんですよね。まあ結論から言いましょう。 TikTok ライブ30日間丸々、ライブ配信して、その収益、まあ約ですけど、その収益は3、2、1、1万円。約1万円です。はい、これが多いと思うか少ないと思うかも人によりますけど、まあ1ヶ月ちゃんとやりだして1万円っていうのは、僕の中ではとてもありがたいなっていう。ライブ配信をやっていこうっていうモチベーションにもなりますし、めっちゃネガティブな言い方したら、俺に投げ銭ね、もうそのギフトっていうのを現金で買ってコインにして、コインでギフトを買って投げるんですけど、俺に投げてくれるんやみたいな、そんな大した話もしてないんですけど、まあそれでもこう僕の配信を楽しみにしていただいて、まあ楽しんでもらって、まあお礼というか、もっと頑張ってみたいなことでしょうね。ファンとのつながりがすごく深くなった。今までは動画でコメントで、いつもコメントしてくれてる人とかは認識あったんですけど、やっぱりこう直接ね、リアルタイムで絡むと、差し入れとか送ってきていただいたりとか、まあ DM とかでもいろいろ絡んだりとかして、すごくユーザーさんと距離が近くなったかなっていうのもあったので、僕は今のところ楽しいですね。今後も頑張っていこうかなと思います。どんな風になっていくか分かんないですけど、まあ、余裕ができてコロナも落ち着いたら、オフ会もしたいなとは思ってるんですよ。まあ、ただやっぱり僕大阪なんですけど、結構全国の方から見ていただいて、僕のバーが始まったらまたバーも来たいって言ってくれてるし、脱毛サロンも行くって言ってくれてる人もいてるんで、いろんなことが好転してきてるので、今後も頑張っていきたいと思います。はい。では、今回は、まあ、TikTok ライブ1ヶ月やってみての収益のお話でした。また何かあったらご報告していきたいと思います。では、また次の動画で。お大事に。